橋本です。よろしくお願いします。それではね、あの本日現在の石屋最新情報をまた皆さんに話していこうと思います。どうかよろしくお願いします。まず最初、フランスマクロン終了ね。ロシア外務省ザハロワさんのコメント。フランスでは現在ロシア大統領の演説が 中継されています。フランスでは現在、ロシア大統領の演説が中継されていると。フランスの全チャンネルで翻訳付きだって。すごい。ね、次、トータルニュース。フィラデルフィア市のイアンプ像公園に住民の反対意見が続出。韓国系団体が設置を計画。 設置是非を問う投票、12日期限ということです。これもどんどん嘘がばれてると。でもうこれね、慰安婦の証言をしたというばあさんが、実は金になるからこれをいいなって言って、そのことを暴露したっていうのも、もうすでに記事で上がってます。はい。次。またフランス。 燃料危機だってさ、ガソリンスタンドで喧嘩、何キロにも続く渋滞、袋詰めガソリン、手押し車で持ち運び、フランスにおける燃料危機、日常を紹介するっていうツイートがもう上がってるよ。カオス、カオス。燃料1個だけで。次、金融崩壊っていうことでね。 イギリス国債。イギリス国債。2番目のチャート。イギリス国債。近利10年の急上昇。イギリス中央銀行が市中の、ここよくわかんないな。国債の買い入れを今週でやめると発表。市中金融機関のファンドマネージャーに対しポジション。 これ在庫って言うんだけど、の処分を即したって。うん。なんか専門的なことだね。アメリカ国債。一つ目のチャート。アメリカ国債金利10年。大量に発行し,し続けてきたアメリカ国債も、えー、無理くりが通じなくなってきて、ついに、えー、2018年を超える水準、4年前、ドル波状。 ドイツ銀行波状が起きるというのがもう予想されているということです。もういよいよだね、うん。はい、じゃあ次。イーロン・マスク、ね。イーロン・マスクのスペース X 社が日本で人工衛星でインターネットをやめるという発表ありと。ね、全部スターリンクに変わるよと。 スターリンクが始まるということは、量子金融システムとつながるということ。QFS と同時、同じ衛星を民間に開放するわけ、するわけだと。民間でない銀行とかそういうものが完成したということだからと。 えー、日本の DS は一切お金を動かすことがもうできない、途中の中抜きもできない、ね、お金を振り込む時点で全て把握されると、不法なお金の中れは全て、えー、アウトということだそうです。次、出たよ、ついに、ユニバーサル・スタジオで敷地内、人骨、発見、表のニュース、一部は頭蓋骨、ね、警察が身元や 事件性の有無を調べる。どうするよ。12日午後1時ごろ、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの敷地内で植え込みの中から作業中の男性従業員が複数の人骨のようなものを発見だってさ、日刊スポーツで出たんだよ、これ、うん。いいね、これね。大きく出てくるよ、これから。 え次、えー、EBS 情報収集及び拡散。緊急放送システム、アメリカ連邦議会議事堂からテストが流れ始めた。アメリカ連邦議事会議事堂警察の音声による緊急放送システムのテストです。ね。 だんだん盛り上がってきましたね、だって。すごいね、テストだって、テストが起きたらしいよ。うん。すごい。次。えー、トゥルースソーシャルってね、これね、あの検閲のないトランプさんが作った。そこが、Google が配信を承認。トランプ大統領の SNS。 ようやく Google が配信承認。日本でも早くと、えー。Google がアライアンス側の手に落ちたため、配信が承認されたのではないかという、めちゃくちゃ嬉しいニュース。Google、Google。ね。来たよ、ついに。うん、次。えー、っと、こっちか。 えと、ここはどうすかなまあいいか、えー。とりあえずね、いろんな話が出てるんですが、一旦あの最新情報はこれで終わります。えー、いずれにしても、あの目に見えてあの変化があの表のニュースで出てることだけはもう確実です。ねえー、それに伴って、最後の石屋の残党、ね、もう絶対ギブアップしないって言ってますんで。うん もう死ぬ覚悟で、道連れ覚悟で、最後の大枠等を最大限に石屋、これは世界もそう、日本の DS もそう、やってきます。だから、それなりのあぶり出し作戦も含めて、何らかの三次元的な現象は確実に起きます。なので、そのことも踏まえ、 王室区真治の神人さんの神、えー、人霊媒日記、これあの動画でたくさんアップされているので、皆さんぜひぜひね、あのー、確認なさってください。で、えっと、私は4人の方が動画でアップしているんです。ゆかりさん、それからみーちゃんねるさん、それからかずよぎさん、それからみたまちゃんねるさん。この4人が、えー 区神事の下ろされた書面をきれいな声で素敵な声で朗読してくださっておりますので直接 YouTube で検索をされればすぐに出てきますのでぜひぜひあの聞いていただきたいなというふうに思いますとにかくラジオだと思ってねもう聞き流しで構わないのでずっと聞き、えー 続けていいいいたただきたいなという,ふうに思いますそうすると、魂の方でスイッチが入ります。魂が。要するに、健在意識じゃなくて、えー、本当の潜在意識、最後の超意識っていう部分、魂の元のもとに、この王室久臣治のお言葉が入りますので、そうすると、勝手にスイッチが入って、ね、思考とは別、三次元的な思考とは別に、 こっちのスイッチが入り始めたときに不思議なことを皆さん体験なされます。はい。これはいつかどうか皆さんの見たまの本日現在の波動の領域というのがあるので全員一緒じゃありません。だからそのジャッジをすることはできません。それからもう見たまの振り分けが起きておりますので全く響かない人はもうたくさんいます。うん。だから 響いた人だけ、響いた人だけ、これから毎日毎日、暇さえあれば、この YouTube を聞き流していくように、ぜひ心がけていってください。何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。